森重垣氏の室町幕府崩壊の第,第3回目ということで、今回吉成で出てきますので、愛知県の尾張市宮市の妙高寺にあるあの吉成の最も有名な画像と言っていいでしょうね、これ。えー、1158年、吉嶋さんの愛月きです。吉成が関東に富士遊覧に行った時の、に立ち寄った、そういう縁でこの、えー、銅像が、えー、この肖像を書かれたというふうに言われております。 上に3が書いてある。これは随形集法ですね。この、うん、前輪国法規を表した随形集法が上の部分に3を表しております。ということで、まあ、室町幕法会。今回はこの2点。ね、足利義則の登場、それから知りつきの足利義則とその周辺ということで、足利義則について、まあ、その初期についてですね。第2章文。あの、この吉則、 えー、はっきり言うと、吉シの、えー、で、表伝、電気がこうとしたら、このヨシが、まあ、ヨシの私立部分、これだけでものすごい、えー、ボリュームがあるんですね。それだけ一生分全部潰れるという、吉シが、えー、将軍に、あの、将軍になる直前から、将軍になったも半年ぐらいで、まあ、多分、あの、100ページぐらいは潰れるんじゃないかなという、そういう、えー、非常には、あの、濃い、 あの、まあ、いきなつも濃いし、それから資料がたくさん残ってるんだよね、この時期は。あの、ざっくり見るだけでも、関門日記と、それから、満載重号日記、それは県大記と、作家駅と、少なくとも、こんだけは簡単に割り、簡単に手に入る状況で残っていると。えー、いうことで、非常に、ま、資料が、えー、豊富であるという点で、あの、この辺はよく書かれます。天皇家系図と、それから、あの、足利かし系図。 いくつか、えー、まあ、吉本は、えー、実は四男なのです、えー、実は吉本っつうのは三男に当たります。で、吉嗣と吉則はどちらが上かわからないと。私は吉嗣の方が年上だと思っております。しかしのり、吉の登場です。まず、昇霊紋関義援と。えー、いうことで、吉則、えー、千三百九十四年、えー、応援、えー、まあ、まだ応援になる直前ですね、に、えー、六月十三日、えー、明徳、 え、何年やったかなえー、6月13日、吉、吉水の第二子誕生と。これ厳密に言いますと第二子というのはおかしくて、吉水と藤原啓史の間の第二子であると。いうことを多分言いたかったと思います。吉水のこの中では4番目が5番目です。これ、吉津との徴用関係は不明のために、4番目が5番目になっています。ちょっとあの、戻りますと、戻りますと、すとえー、実はこの孫万の下、えー、ここに報道若君というあの、次男がおって、 で、まあ、孫漫と同母の弟ですが、これ、吉田健二さんは、このそ、報道若君が長生きしていたら、吉持の運命も変わっていただろうと。いうふうに言っています。要するに、吉持が最初から、吉光の後継者として浮上してきたわけではないと。なぜなら、吉持の、えー、あの、要面も分かっていない。し、それから孫漫、それから報道若君、 の母親と、それが義満や、義持や義のの母親とは、身分的には変わりがないんですね。だから身分が低かったというのを違う。孫漫がアウトだったのは、義満自身にも、えこの孫漫がほんまに自分の子供かどうかも自信ない。要するに、あの、完璧に人をあの寝とったわけですからね、義満は。あの、中山近光の、えー、妻を寝とったわけですから、孫漫がほんまに自分のためであるかどうか自信なかった。報道はかけはもう堂々と自分の、あれですから、 実は、藤原圭刑さんに比べて、この、報道赤君と、それから孫万の母親って長生きてるんですね。長生きてるんですしかも、吉光にはずっと吉光の死ぬまで、吉光の寵愛を引き続き受けていったことが明らかです。ということは、報道赤君が貢献でも全然不思議じゃなかった。ただ、敗人したんですね。で、吉光が38歳で、吉光の38歳のこの出血うのは、もう、あらかじめ決められていた。 スケジュール。要するに、吉明が死んだ38歳に合わせて吉光を出家したという、桜、えー、井栄一さんをはじめ、えー、多くの研究者が近年では指摘しているところです。吉光の出家いうのは別に、あの、国政の、えー、支配下にから、えー、出ていくんじゃなくて、まあ、単に吉明が38で死んだ。だから吉光も38で出家するという、そういう単純な話だったと。吉光が38で出家するには、吉本も、もはやタイムリミットが決まった吉本しかいないんです。 そして、消去で義持ちってのは決められたというふうに、吉田憲司さん言ってあります。吉嗣とは徴用関係は不明です。これ、吉嗣の青年月日は分かんないからです。でちなみに私は、えー、吉嗣の方が上だと思ってます。というのは、あの、当時の紅葉期という日記を見てますと、必ず吉嗣が先に来て、で、吉則が後ろに来たよね。ということは、これ、吉嗣の方は多分、ちょっとだけ上だったんだろうと思ってます。母は、醍醐寺三法院傍観の秋方言。 の、えー、娘、安保院傍観の安芸法芸の娘である藤原貴一。道府内に吉元がおり、道府の妹にに異例の聖戦がおります。これ、死去の日には義満は退院していて、えー、東の北上秀長、東北上秀長、公用機の、えー、著者の機種、えー、の、えー、東北上秀長はご筆旦なきかというふうに言っています。彼女は、その死の2年前には異例の聖戦を産んでるんですね。 彼女は42年亡くなりますが、40歳の時に最後の女の子を産んでいるということで、長愛を失っていた可能性はなきにしもあらずですが、40歳までは少なくとも出,出産しているということ。それから、ま、あの、その無理は経ったんかもしれませんけどね、あの、列の矢後のおとありまして、要するに痩せを衰えるということですが、産後の日立ちが悪かったのかもしれません。法要機によると、もう前年度からかなり調子が、体調が悪かったということなんで、 蝶を失っていたのが、えー、死ぬことがあの病気になったから、えー、捨てたというふうに可能性も考えられますが、まあ、ケイシの死後、ヨシミツは年頃に膨大を弔ってますから、蝶を失っていたというよりは、もしかしたら覚悟の可能、覚悟していた、もう分かっていた。だから今更その日に悲しむ必要もない。もう、えー、覚悟していたという可能性も、まあ、捨てきれないなというふうに思っております。 まあ、ただ、あの、も、ストーリーとしては、え、母親に対するこの冷たい仕打ち。これが、吉持にとって非常に大きな、吉水に対する反感という、そういったもんになるという、ストーリーとしては話は面白いし、まあ、可能性は、え、あるかと思います。少年時代は詳細は不明です。1103年に少林門跡が、に日出しています。ただ、あの、吉成が、吉持に比べると、え、資料は残り、ちょっとだけでも残りやすいのは、 吉則が生まれた時には、実はもう吉持は後継者として、日の当たるところにおったんですね。1394年、えー、吉持は、正医大将軍に任命されています。で、吉,吉光は出家していると。えー、大丈大臣なり、やがて出家していると。そういう状況ですから、実は、あの、吉則は、吉持に比べると、潮掃時比較的わかりやすい。1 0 8年に出家、えー、得度。この時に義援という名前を持っています。 だこの間はもちろん続体で、ハルトラという名前が伝わってますけども、これ、調べてみたら、この足利、あの、エビス交渉の足利将軍時点にも名前が載っていないので、ネット上でしか現在のところハルトラという名前は確認できないので、これは本当にハルトラという名前で、えー、まあ元気ない、研究者にセックコンセントが取れているのかというのは非常に不審に思ってたので、 えー、実は、あの、乱世の天皇では春虎として、えー、して、吉継も鶴若丸という名前を、そのままされてますが、いろいろしら、あのー、当時の資料とかいろいろ調べてみますと、鶴若丸も春虎も、ちょっと出どころが不明なんですよね。うん。ということで、えー、私は吉則の幼名については、えー、次の本では採用してないことにしました。千婦には10回。 この時、ちょっとトラブルがあったみたいで、えー、本来、えー、環境えー、本来、えー、環境なはずなのは行事になっているというふうに人が変わっていたりします。えー、その後、大創業、呪号。まあ、呪号というのは、いつかか千1913年5月20日に、新呪号だたので、これがあまり遡れのぼれ、ところだろう、というふうに言われています。1919年には天体出すなって、二年か、えー、2年余り、えー、勤めています。 継が義援と徳田の同日に除釈しているということで、これ二人の違いを際立たせるというふうになりますけども、まあ、これについては、あの吉継が、えー、非常に義満に愛されていたという見方が、えーまあ、一般的ですが、これは、まあ、以前もまあ言ってますけども、えー、吉継が義満に愛されていたからこうなったというのは、実は最近、私はちょっと違うんじゃないかなと最近考えてまして、これは桜井さんが義援にも期待するところあったんだろうと。 いうふうに書いてあって、細かいなと、桜井さんは何言ってんねや思って調べたんですね、資料そうそしたら、ああの、実は資料を調べたとすあの、義満の子供たちの、えー、に、門跡家の日室と、それからあの出家の、出家得度の、えー、このタイムラグをバー調べていったら、義継と義援だけ際立って長いんですよ。ってことは、義継と義援はその間に競争していたんではないかという可能性が出てくるんですよね。 要するに、日出から出家速度まで、えー、10回まで、この速度までが結構長い。5年ぐらい、この5年の間に、おそらく、状況は決まったんではないかと。要するに、吉、あの、義光が吉継と義員に何を期待したか言うたら、吉持の苦手な公家的素養、特に章の演奏とかそういったものを保管する役割を吉光さんになったんじゃないかという、あの、 えー、吉徳に関してはそういうのではないかという吉田健一さんの記述がありますが、まあ、それを援用するならば、えー、その吉持をサポートする、その、空気的素養の競争を、えー、まあ、議員と一緒にやったんじゃないかという気がするんですね。で、門跡人つのはそういう面では非常に、門跡人で、えー、まあ、あの、生活する、えー、若い子供にとっては、その門跡として必要な素養である様々な社交、空気的な社交、あの、頂点で入りする社交、 そういうサロン的な、サロンの主催者、サロンをこうえ運営する、そういう能力が必要ですが、まあ、そういう中で、義次の方がより、えー、優れていたんで、義満は抜てきじゃないかというふうに思っています。これは、あの、新容器にはその辺もも、義満は義次を愛していたからというふうに書いてある、その、あの、そういうふうな可能性もあるということを私は今考えています。 で、えー、少年盆議員ですが、えー、満載授業日記を見ると、えー、意外と議員に関しては、あの、ちょろ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 出てくる。例えば、吉本の省年院塗業については、えー、徒業例年のごととあって、えー、吉本は毎年のように省年院に、えー、行ってることがわかります。で、室町の主催の大々的な祈祷行事にも議員はしばしば参加しており、議員は室町幕府による、えー、国家祈祷体制の重要部を占めている。まあ、当然そのための、あれですよね。そのために、 議員も言っとるわけであって、物町,町幕府の将軍・グレン氏の構想という、そういう役割ですよね。で、ところが1114年、佐賀に蓄電しています。で、この時、少霊院前長、前兆、少霊院の長というのは、これ、あの、少霊院のいろんな実務を取り仕切る役人ですが、その前長というかその、少霊院の長も詰めていた、元ということですね。 タイソン方言が、えー、逮捕されていると。で、えー、ヨは、えー、門跡のについ厳重かなわずというふうにあり、上々これありといろんなことがあったというふうに満作書いています。佐賀の高温院、えー、吉光の、えー、母親である木野義子の建てた寺ですね。そこで善意を着すると。要するに、まあ、あの、完全に引退、あの、厳密の構想から降りて、頓生層になるというぐらいの意味だと思いますけども、 えー、全員をクすということがあって、まあ、これ、吉持と義援のトラブルだというふうに、森重明さんは、えー、あの、考えてあります。で、満載の十五に来たのは、千百十八年にまでは登,場すあの登場しない。で、千百二十年には、えー、義援の取りなしで、公家らが斜面されているという、まあ、これは私はブログで、優しい吉典というふうに、えー、やった話ですね。あの、吉典は優しかったんだという、吉持が処罰を乱発する。それに対して、義援が取りなして、えー、まあ、あの、公家たち、 マネの工事統を始めていた、えー、貴族たちの斜面を願い出てると。それが受け入れられて、斜、えー、面されたということであって、まあ、これを、えー、吉本優のもとに、えー、この両師の関係が修復されたというふうに、えー、森繁平さんに言っております。万世紀後に来ては、この辺り登場していきませんが、あの当時の祈祷、えー、の記録書である、えー、まあ、昇霊院の年代記には、1915年に吉本の命令で市場候補を収している資料があり、 割には早くに、えー、まあ、吉本との関係で言うたら、えー、復活してるんじゃないかと。実はこれ、森氏は触れてませんが、えー、1917年、延暦寺修とは根本中土に併露して、義員の天才さず就任を要求するという事件が起こっています。で、これについては、石崎賢治氏、えカナダ学院大学の石崎賢治氏が、えー、考察を加えてありますけども、 そこでは、石崎騎士は、陰芸の論理と時件の論理の衝突であると。要するに、陰芸の論理というのは縦社会。要するに、吉井の、あの、義元というのは足利家の、足利家という最高の騎士の出身として、縦論理の陰義をこう闘争する。それに対して、あの、お寺の中でもう一つの原理があって、時件の論理。要するに、これよく水平原理なんですね。同じお寺に所属する仲間同士。 吉野のは因縁の論理で基本的には動くわけですが、それで事件の論理っていうのを突きつけられる。要するにこういうが、衆都が平浪して、えー、トップの人間に対求を突きつけるのは、要するに同じ事件の仲間であるから、要求を突きつけるんだと。で、えー、まあ、そういったことに関して、えー、まあ、議員にとっては、このそ、この事件っついうのは、まあ、ある意味、自分を押してくれてるんではあるが、同時に、 えー、自分に対する圧迫でもあるわけであって、これが、まあ、後の三門創造の一つの要因になっていくんじゃないかというふうに、まあ、一大禁止を言っています。で、これ、私の、えー、私はこ、えー、これ見てみますと、ち、えー、ちなみにこれ、えー、もう見下し文です。大永24年12月13日、根本中道平老集衆議に曰くと。早く、昭霊門関に申し入れられるべきこと。というわけで、えー、吉典に当てて出されています。右、聖天の仏の死はこの宮にとどまり、えー、頂天の頃には我が山にあり。 よって三文関は、しかな、四官の官庁をつかさどり、一三九位の投領たり、中においての五文関これ、少林文関ですね。少林文関は、自覚大師の静着、根本中の兼業、天下妄想の兼職、地域五自の妄想なり、ここに当文主これ、議員のことですね。当文主は、清和天皇の機手一本神の不法誠にこれ、歌唱と、上元皇帝師団の応援に相応するかのところ、近年、一文関を捨ておかれ、 大将の、大の行事を差し置かれるの上、天下の手目、三門手目、真剣についてもったいなき次第なり。この段、連々いめ申すというのも、あえて御承認当たわざるしさえ何事かなと。所詮、この時に固く御安住うの運を受けたまりす段べし。もし、すべて御移住叶うべからずんば、べして一途の表義を整うべきの旨、衆議するのみ、と書いてありますけれども。まあ、わかりやすく言いますと、議員は、えー、清和天皇の子孫であり、 それから、孫道、入道真の、まあ、行人欲しのかもしれません。の法を受けて、えー、継承しており、えー、誠に、えー上岸、上官国これ、清和天皇ですね。清和天皇,皇帝と、それから、あの、王法と仏法の双方の結びとなる、そういう存在であるんだが、一門跡を捨ておかれ、つまり、昇霊一門跡から出本したと。大衆の行事を、でき、できてないのは、これはもったいない問題であると。 この伝日はて連々潜めてるけども、承認してくれないどういうことかと。まあ要するにこれはあれですね、えー、ご移住、暗住というのは、これは要するに山に登って、つまり天台雑になるということですね。天台雑になってもらわないと困ると。天台雑にな,、えー、なってもらわないと困ると。で、私は思うわけです。議員って天台雑になりたくなかったとこの文章で読めるんですが、いや多分なれなかったんだろうと。要するに、やっぱり この問題が尾を引いてる。で、この問題が、えぇ、ー、吉持と吉則の間の問題であるならば、えー、別に、まあ、ま、てん、あの、天台主の問題でない。私はどっちか言うたら、属世間、つまり、属世界、つまり、吉持と吉則の議員の関係じゃなくて、三文内部で問題たんじゃないかという気がしています。要するに、天台出すんじ、ね、この、この問題も結局、この問題も、 三門内部、さらに言えば、少年院内部での、えー、いろんなごたごたがあって、議員も巻き込まれたんじゃないかと。で、こういうことがもしあったとするならば、要するに議員は、少年院門跡、単純な話になれ、なれ、なれなかったな、あの、反対する声が多い。そういう中で、議員、支持派の、えー、連中が、こういう根本中道、平牢衆議を行って、えー、議員及び、 さらに言えば、これ、義援に対して投げかけてるという感じでありますが、義援に反対する連中に対して圧力をかけてるんじゃないかと、ちょっと考えてるわけですね。で、その背景はさらに言うと、この頃、幕府と三門の間の関係が不安定化してきている。つまり、三門も一定は余裕ではなくて、要するに幕府、あの、三門内部でも幕府派と反幕府派がこう出てきているとか、吉ちの強硬な姿勢の中で、 えー、まあ、室町幕府の影響をこのまま続けていくべきか、それと見直すべきかという議論があり、えー、そういうごたごた、そういま様々なごたごたが始まった時期、その、えー、ごたごたと関わりがあるんじゃないかと私は考えています。はい。だから、あの、うん。吉持と吉りの関係というよりはどっちかがどっちかなと。 要するに、三文内部の動揺が、え、吉典にも、義援さんにも、あの、及んでいる。それをなんとか、え、まあ、幕府の、幕府の、え、まあ、あの、指示のもと、え、幕府と太いパイプを持つ義援を天台出すに、こう持ち上げる。この義縁、この頃はあれなんですね、天台出すが追放されるという事件も相次いでるんですよね、これ。なかなか難しい時期なんです、これ。 ということを考え、当時の、要するに三文内部の動きの問題を考えられてたんじゃないかと私は考えております。で吉本万能における上者の関係は表面的には良好であり、第五次文書の義援書上案には、吉持の病の証言を喜び、平年の両万歳で依頼しているものがあって、万、ま、能、あえー、においては両者は割合良好だったというふうな見方がされています。ということで、一旦話を、えー、切りましょう。 出家した後の義援さんと吉持ですけど、もう基本的に利害が対することはないんじゃないんですかなんかあるんですか対することが。あんまりないと思います。そうすると義援はその吉持というか室町幕府のその意向を組んで動くんですか基本的にはそうなります。それを期待されてますよね。 で、この、はい、じゃあ、と、コメント読んでいきます。一つ目です。議員が天才雑数になれなかったのは、自分の立場を一度は投げ出した人物をトップに据えるのはふさわしくないという勢力があったのでしょうか。また、天才雑数の立場は、独裁的な権力を持ってはいなかったのでしょうか。 ええと、まず一つ目の話ですけども、うーん、どっちか言うたら、あの、投げ出したとか、まあ、あの、義縁は、あの、これ、追い込まれたというふうに、あの、結局、タイソン方言、飯込めっつうのも、ええー、要するにタイソン方言、ええー、彼は結構ベテランで、ええー、あれなんですね、ベテランで、よし、義縁さんが入ってくるだいぶ前から、 えー、権力をこうかなり振ってる人間で、多分、ソン方言に対する恨み、つらみというか、そういったものも,も,のもあったんじゃないかな。だから、奨励内部でそういうなんか争いがあった可能性が私は指摘、あの、思ってます。で、あの、基本的に議員さんは、まあ、当たり前ですが、えー、この段階では、お飾りもんですよね。ただ、あの、ちょっと議員の動きを見てますと、自分のお気に入りに、 随分、えー、強引に、書、え、類、ー、を与えているという印象があり、しかもそれを手のひっくる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 変えてるという印象もあって、まあ、義援さんのそういう細かいところは、あの、反発をかかわっている可能性はあるかな、と思ってます。で、二つ目、ょ、あの、天台座すの権力ですが、天台座すっのあれ、えー、と、下村、ええー、と、誰やったっけな、えー、名前忘れた、あの、 下坂下坂衛さ,さんの、えー、研究によると、下坂衛さんによると、どれだ。下坂さんによると、あ,のー、あれですよね、天台座数というのはあれ、朝廷からの命令でポーンと投げ込まれるんですよ。で、朝廷からの命令でポーンと投げ込まれるんでものすごい孤立してしてまう。 だから、えー、権力はどっちか言ったら、独裁的というのは逆で、なかなか難しい舵取りを迫られる、そういうや役割なんですね。あの、要するには、あの、与えられてる権限は広いものの、えー、実際にそれを、えー、遂行するには、なかなか、えー、まあ,あの、反対派とかいろんな人間が多くて、まあ、三文も一枚はではもちろんなくて、 えー、まあ、三門関、妙法院の、えー、関係者、えー、それから、あの、えー、三千院の関係者、少霊院の関係者、えー、そういったものがぐちゃぐちゃ混ざってる中で、そういったものの頂点に立って、えー、闘争していかなきゃならないし、で、えー、まあ、あの、頂点さえの言い分を、えー、そういう、いろんな人間たちにこう言い聞かせなきゃならんし、逆に、えー、まあ、そういう、 えー、言い,い分を、あの、朝廷側に、朝廷あれは幕府に対して取り継ぐ、そういう役割も期待されてるし、なかなかきついんですね。で、吉則が、えー、議員さんが、えー、非常に頼りにしたっぽいのが、議員さんが、えー、非常に頼りにしたっぽいのが、あのー、あのー、名前名前がね、これまたあのー、 えー、いろいろ忘れてるんですが、えー、もうすぐ大きな人間なんです。有名な人間なんです。えー、コンリン・ベンチョという、えー、三門施設の人間が、えー、結構いろ,いろ、根本中道の、えー、奉行式とか、様々な奉行式に、こう、三つの式を勤務しておって、えー、その、えー、努力が、その能力、能力が、並々ならぬもんであったことが、えー、伺われるというふうに、下坂にてありますけども、この書、えー、っと、 コンリンインベンチョという人間。よし、あの、このギエンさんに関しては、この実はコンリンインベンチョという、えー、人間がものすごく、えー、支えになっていることがわかります。おそらく、このゴーアナ、えー、三門説のコンリンベンチョベンチョ彼は、あの三、三門説が幕府との関係も、パイプもあるし。えー、まあ、あの、奨励員の人間の一人であり、コンリンツのは。 おそらく、えー、議員を昔から支えてきた、えー、そう、やり手の人間が、えー、議員の右腕だったんだろうというふうに思います。えー、ちなみにこの、コンリーン弁長さん。この、えー、台座出す議員を支えた、ヒーマの一人ですが、コンリーン弁長。彼、ちなみにあの、三門騒動の首謀者の一人なんですよね。 で、よあの、義、しによって処刑されちゃう人間なだ。駄目されて殺されちゃう人間なんですよ、彼は。だから、その辺、なかなか、ええー、ものすごくいろんな、要するに、一枚は、要するに、単純に、あの、義しは、 えー、この、えー、比叡山遠慮人のこのシュートたちが、えー、憎かったとか、そういう単純なものゃないですよね。この婚倫勉強との関係とは、そんな単純なギエン、議員バーサス婚倫院という、そういう単純な話じゃなくて、議員、あの、議員にとって最も頼りになる人間であったからこそ、えー、婚リ院は、えー、まあ、あの、難しい立場に最後追い込まれ、 で、えー、最後は義兄によって、むごたらしい殺され方をする。要するにそこまで義兄とこじれてしまう。これを単純に、えー、まあ、義兄の個人的な性格にだけ結びつけるんじゃなくて、金臨弁長と、それから少年院議員の、えー、この両者の非常に複雑な人間関係つの丁寧に、こう、えっ、ー、と、記していかないと、この三門騒動、さらに言えば、義兄政権の特質が見えてこないんじゃないかなというふうに思ってます。 次のコメントです。近年、一門籍を捨ておかれというのは、義援が佐賀に蓄電したことを指しているのですかどういう事情があったのでしょうか私もそう、私はそう思ってます。この一門籍を捨ておかれというのは、多分この佐賀のこの,この一致権だと思います。で、どういう事情があったのか、実はよくわからないですよね。で、門籍の,の厳重かなわずというふうに吉持が言っているということを見ると、 深刻だなという、もう、あの、要するに吉本は無理だろうと一旦つ突き放してるんですよね。だからかなり、あの、そう一筋縄ではいかないややこしい問題であったら、あったんじゃないかな、ということぐらいしかわかりません。これ、議員関係、他にもいっぱいいろいろ申し出しあるんですが、まあ、その辺は、あの、ただまあ、この議員、 時代っていうのは、実は、あの、じっくりと、えー、あの、調べて書き上げないとあかん話だなと思ってます。で、えー、まあ、この義援の、えー、実は義、え、吉則さんの人生の、ほとんどは義援としての人生ね。吉則になってからわずか13年ですからね。義援時代が、義援も含めた、えー、少年時代が、えー、まあ、あの、35、あの、 25年間ですね、彼の場合。まあ、だから、あの吉、吉光の、えぇ、ー、書士として、えー、あのー、10年。それから、あのー、えぇ、ー、盆栽として25年。で、えー、将軍として13年という、そういう人生になります。1127年、8年、1 8 1吉光は臨終を迎えて、えー、その時にこう行います。上としては定められるべ、定められるべからずなりと。 まあ、上っつうのは、これはもちろん、あの上様、つまり、吉本のことですが、吉本の人しか定めることはできないと。官令以下、れ面々よ、寄り合い、相計らうべしというふうに吉本は言い、えー、残します。で、えー、そこまった、えー、まあ、あの、えー、宿老たちは、大名たちは、ご自尊の万歳を通じて、ご連死、そこらが総来れば、そのうちご費用について仰せ出さるべく総労。 それまた、ゲにゲに時期に可能オべからずそソウラご兄弟4名、オ名ミを八万神前へて、みくじを召され、召され、定められるべきかと。いうふうに、えー、言ったと。要するに、あの、ご連志、兄弟がいらっしゃるので、そのうち、えー、一番能力のある人間について仰せ出してくださいと。それが本当にかん、えー、できないというのであるならば、ご兄弟4人の名字を、お名前を、 八万神前で、えー、くじを、えー、引いて定められるべきだと思います。とうう言って。それに対して、えー、まあ、あの、よしもちは、要するに選択肢を頼るね。要するに、決めるか、くじにするか、どちらと。みくじたるべきと。さらに、ご存命中は、このみくじ、可能べき可能べからずなり。俺が生きてる間は、えー、このくじは、えー、引くなと。要するに、まあ、これは、あれですね。まあ、有名なですね。なぜ、えー、よしもちは、 えー、自分で決定しなかったのか。えー、なぜ吉持は自慢生きてるね、くじを引くことを許さなかったのか。つっ,ったら、えー、まあ、あの、信託があったからやと。えー、この信託があって、お前は絶対に後継ぎやられるぞという信託があった。それを疑いたくない。最後まで、えー、それを信じたまま死んでいきたい。という無茶苦茶なこと言うんですね、無茶苦茶なこと。いや、あの、そんなことできるかと。この、そういうが、この、一刻も、えー、争う状況の中で、そんな死んでからくじを引くなんて、そんなことできるかと。 いうことで、ええー、まあ、ああの、吉持が、ええー、先にくじを引いて、吉持が死んだ後に開くことにしたんですね。で、万歳はくじを書き、と山田とキロが封を書き、ええー、万歳はくじを書いた、くじの名前を書いた上で、こう、封をしあの、即位で封をして、そぐに山田とキロが、ええー、こう、顔をして、ええー、封を書くと。要するに、えー、誰も開けてませんよと。で、三井が、や,やはった、あの、八万で、ええー、くじを引くと。 で、三つ家は、えぇ、ー、犬の終わり、午後9時、21時に参詣し、犬の終わりに帰ると。2時間で岩島も行けるのかと。言うんですが、これについて、だから、あのー、あれですね、五所八万、もしくは、えぇ、ー、サメ八万、えー、そちらの方で引いたんじゃないかという説も、えー、あったんですが、えー、これは、まあ、あ 犬の国にくじを引いた時刻。犬の国に三景ってのは、これはあのもう、あの、岩地八万宮の、えー、社殿の前におる時間やと。だそっから2時間で、岩地町は行って帰ってこれるんじゃなくて、2時間で、2時間、さらに行ったらこの時は冬ですから、あの、2時間よりも長いんですね。2時間、3時間弱あります。3時間弱、あれは帰ってこれるやろうと。いうことと、もう一つは、えー、ただ単に八万と。 いうふうに書いた場合、これ、岩締め八万群のことなんですね。岩田泰明先生によると、えぇ、ー、サメとか、あの6、六条サメ八万だったら六条八万、六条と書くし、五畳八万やったら、えー、そう書くし、えぇ、ー、岩、あの、岩締め八万群以外は、なんかそこ、あの、なんとか八万という書くんですね。岩締め八万群だけは八万と、えぇ、ー、書く。 だからこれ、私も一番うまいと言われたらもう、ええー、言葉が、まあ3時間弱あるいは確かに3時間弱で、こう、もうこおからスとして帰ったら、まあ帰ってこれんでもないかなという気がします。で、18日の10日に死去。ええー、午前10時に死去します。で、ええー、吉持の死を受けて、9時を開封と、議員選出と。まあ、あの、森重樹さんも書いてませんね。 えー、これに関しては、えー、まあ、あの、イカ様説も根強いんですが、えー、もう森繁さんは、えー、森繁先生はこれはもう、なしと。えー、これはも、ま、う、あ、あの、あれですね、多くの、えー、研究者、現在多くの研究者は桜井栄先生とか、それから、あの、瀬田和也先生、それから、あの、えー、森繁先生、今田明先生、みんな、皆さん、あの、基本的にこれ、あれですね、イカ様ではない。 桜井先生はあれですよね。要するに、一致せんかったんやろと。万歳なんかは、例えば、あの、議書の方がったんじゃないかと。うん、それ、私もそれは正しいと思います。あの、いや、あの、お前らで話せ話しあの、お前らで話し合えというふうに言った。それができないっいうのは、なぜか言ったら、結局話し合っても一致しなかったら、要するに、大名詞は一致しなかったんだから、吉ちに検討したわけです。吉ちはお前らで決めろと。 ええ、いうふうに、ええ、言うだけであって、えー、俺が決めたら幸せやろと。ええー、いうふうに言ったんであって、まあ、あの、くじなっちゃったのはそういう事情があったんでしょうね。いや、これ、いかさまで議員にするんだったら、最初書きしておかったんですよ。くじなんて必要ないんですよね。えー、本郷勝先生は、いかさま説です。私はすると、これね、あのー、いくつか問題あるんですが、最大のポイントは、いや、あのー、 本郷先生は、議員つうのは、この、言うのをことで知られてる。その人間、あの、過断で言うのを知られてる。今、こういう時こそ、議員なきゃならないと思った。だったら議員でいいじゃん。<laughs> なんでこじ引したのと。私は逆に思,思ってるんですよね。議員はやめとこうと思った。奴らがいたはずなんですよ。だからこじ引きになったんです私はそう思ってます。議員じゃあかんと思った奴が、 いや、議員で、みんなが議員でいたら、普通に書けたら議じゃないですか。あの一番年上なんだから。圧倒的年上だから。カッとね、あと、かあと年齢下がるんですよ。で、えー、まあ、あの坊主としての、えー、能力、それから年齢、全部議員なんだから、議員にすりゃええやんと。議員にしたくない場合に、くじが意味を持つんですよ。<ん>普通に議員にすりゃ文句出ない。それを議員にし、あの、 じゃない人間を選ぼうときに、九時になるんですよ、俺。と私は思ってます。それで、皮、え、肉、ー、との議員が選ばれちゃった。これが、まあ、多分、あの議員にとっても、えー、まあ、悲劇の始まりなんでしょうね。で、物町箱にとっても悲劇だったと。で、その時同にどういうメンバーいたか。これこそが吉本政権を支えたメンバーなのと。断書、つまり、えー、ごま団を焚いているところ。 万歳のいる場所ね。万歳控えてる場所。に畠山三江、潮吉奴、細川も落山田時博畠山三則。この五人がいたと。で、この五人のメンバーというのは基本的に、ええー、まあ、吉本政権の重鎮たちであると。で、くじ引きを実行したメンバー、三井、万歳、時きだから、あの、まあ、このメンバープラス、ええー、万歳ですが、ええー、特にこの万歳と、それから三井時博この二人が、 え、非常によし、えー、力を持っており、えー、で、義援の動向を強く規定したと。それからもう一つ赤松三つ月がいない。三つ月の立場か考のて、えー、注意すべきだと。いうふうます。これは、あの、理由がいくつか考えられるんですよね。山名と赤松は割合、えー、まあ、バーター的なところがあって、山名がおる間赤松が出てくる、出てくる、えー、あれはない。 それか、三津助は、あの、まだ義兄から後を継いだばっかりであって、まだ新参者なんですね、彼は。家督を継いでほどないわけです。で、えー、さらに言うと、赤松義兄は議員の猿楽な見学仲間です。これ、あの、伏見宮家のもとにあの、議員が切ったことがあって、猿楽、あの、実は伏見宮家に言えない、あの、ご、え、公、ー、の宮に、えー、伏見のごの宮に、えー、議員が、 猿学を見学に来たことがあって、ゲンひきの猿学者が出るんで、この時に続けたのが赤松義則なんですね。ってことは、どうも、あ、そうかと、吉野っつうのはゲの猿学仲間だったんだと。いうことを考えたら、まあ、ゲに、ゲにとっては、三つ助は大事な人間であるが、これ、吉本にとっては三つ助つうのは、邪魔なやつなんですね。いらんやつなんですよね。 ということで、この注意の中身を、えー、森重役先生はどう,いうふうに考えるのかちょっとわかりませんが、私はこれ、三つ家の立場というのは、吉持からは嫌われてる。で、吉則からは好かれている。そういう立場じゃないかなと思ってます。よ吉則って抜擢された三つ家とうのは。再現名字簡易。これが、えー、今後、えー、この三つ家。 万歳、満時広、この3人集は考えなきゃならんもんですね。で、これについて石原博之の論文があります。石原氏の、これ、あの、えー論、論文2本、吉足利義の書生と、それから、えー、上場というやつで、義援時代の、えー、研究やったもん。この論文、実は、ね、石原博之の、えー、本には長い間載ってなくて、図書館で探してコピーせならんというめんどくさいことだね。で、えー、私もこの前必要性を考えて石原博之の論文をまずコピーしに行ったんですよ。大学まで。 えー、で、大学でコピーして帰ってきたら、もう、あの、もうすでに二つコピーしてあって、えー、まあ、そりゃコピーするわな。読んでなかったんだな。三、コピーが三いい本あります。で、さらに、新しい、えー、この石原秀氏の著作の改訂増補版には、この日本の論文が収載されたんで、今はれには四本論文があります。足利義則の諸説論文は。えー、四本あります。で、あの、石原秀氏は、議員の主で役から認められないと。 いうふうに、えー、認めてますが、森氏は、議員の将来構想から考えると議員の責任がかかりは否定できないというふうに、えー、石原博士に対して疑問定して,ていると。これもどちらとも言えませんよね。あのー、とりあえず資料上は主体的にはかかりはないということは、まあ多分主体的な関かかわりが、石原博士の、えー、足腰の諸説ものでは、あのー、吉則は最初ものすごいこういった、えー、政務に不慣れで、 えー、5コマツに対して、えー、まあ、嫉妬というか、えー、そういったものを募らせていくんだろうという、そういう見立てですよね。うん、まあ、私、私は、あの、えー、石原博士の論文を見てると、5コマツってすげえ、あの、能力が人間なので、私は5コマツってあまり高いこができたいなと、個人的には。実際には、だからこのあたり、えー、いろいろと議論があると。で、1二2 8年、えー、1月18日から1二2 9年3月15日。 これ、将軍宣言を受けるまでの間、一年ちょっと。この間は将軍宣言を受けるまでの間、一種独特な性格を持つ、足利義政家の準備期間であったと。義政権自代はも、ものす独特な性格を持つ、そういうものであるけども、えーまあ、将軍宣言以前、というのは色い々ろいろとある。この将軍宣言までの間の一、えー、年ちょっと。これだけでも随分、えー、ありますね。 で、えー、それを見ていきますと、まず、吉本の葬儀と義炎。1月19日、吉本だけが当時に行ってます。で、葬儀については、えー、まあ、最初号日記と兼題記に詳しいと。えー、23日には蛇に付されています。当人院飲酒が一行奉行、すべて、えー、行っているということですが、参列者、義炎、大学寺議長、家事議長、日之助の日の有光、松本徳夫さら、そういった人々が集まってます。で、装束については、義炎は同福。 道服ってどんな服なのかというのをググってみたら、あの、日本、あの、服飾博物館に千の休のカッコがあって、あれが道服らしいですね。から。これ、あの、えー、こういう小さな袈裟です。あの、これ、服飾博物館の、えー、あの、えー、で、あの、小津島大前時代の写真を、えー、ところのググってもらえば、千の休になぞられた、えー、道服姿の、えー、茶人の姿がありますが、 千の利休でググとたい出てくるあの姿。千の利休さんので体同服を着てるみたいですね。この道服っていうのは、北帯でも俗体でも通用するんで、まあ基本的には同服っていうのは、えー、ソウルの普段着であるんですが、えー、俗体の、えー、人間、半、半俗半僧の千、えー、の利休みたいな人間をこういうのを着て、えー、そこに小さな、カ、えー、殻をかける、えー。まあどちらでも使える作ってやったね。まあその他の俗人たちも上映とか直突という、 ボンさんが着そうな服を、えー、着てるわけであって、まあ、義援もその辺ギリギリのところを狙ってきたと。で、えー、小国寺英理も、えー、まあ、あの、違反もつれを演じてると。で、この、小族、吐き物、えー、お縄を引くというのは、あの、え、吉持の、えー、この、漢家ののをこう引く、交差法など、慣例をついて吉光に、えー、満載に、えー、教授を受けてます。 で例えば名字をどう書くか、名前をどう書くかと。まだ名前決まってないけれども、えー、どうするのかと。まあ、これはあの満載サイドは、13宮議員で説明なしという答申を伝えー、と出しています。まあ、この指揮信について指導したのは満載であると。で1月24日、御、えー、中院つまり49日の取り沙汰、話が話し合いました。でえーまあ吉典 ご中院が3ヶ月に当たるのは良くないが、ええー、まあ、酒のご賞様、吉持ちは、前出しを嫌ったが、どないしたらいいんやろうと。ええー、いうふうに、ええー、ね。で、大名サイドは、えー、あの、録音インドの様の、ええ、第二、ええー、あの、渋川講信の中院が3ヶ月に、えー、なったけどこれはその例不快であると。なんでかわか,からないですよね、これ。え、なんでやとと聞かれても、ちょっとわからないんですが。 えー、この渋川さちの、えー、渋川講師の注意、えー、の3ヶ月はす、あのよ、よろしくない前例になっちゃったんですね。でえー、2ヶ月でいいでしょう、というふうに言ってきた。まあ、無理やりでっち上げた可能性高いですけどね。要するに、あの、結論は3ヶ月当たるのは良くないと言ってるわけですから、要するに良くない例を探してくれと。えー、いや、渋川さんの時3ヶ月にしたら、ものすごく評判悪かったので2ヶ月どうですかと。 まあ、あのー、これは吉本の仏事をとっとと切り上げて、次の世に生きた義援サイドの、ええー、言い分。さらに言ったら、多分議員を支える大名たちもそうでしょうね。もうとっとと、吉本さんの仏事なんかもうとっとと切り上げて、次の方、もう次、次、次行ってみよう、次という感じでしょうね。で、終の1月25日は、満載は終に参列せず、法置院議権。これ、あの、足利咲良の子供であり、満載の後継ですね、法賃院議権。 で、菩提寺、賢秀の菩提書かというふうになっていますけど、まあ,あのえ、慎重に言ってありますけども、まあ、この菩提寺自身はあれですね、醍醐寺の中腹にあるあった、えー、寺ですね、で、賢、え、秀、ー、の菩提書というふうに考えられているということで、賢、え、秀、ー、の菩提書かというふうにまい、えー、てます、えー。慎重ですね。で、京醍醐門跡、これは星で、現在の、えー、京都御苑付近にあるやつですが、えー、発院には分骨がないと。 菩提寺に、えー、置くもんであって。で、四十九日の法要は結局、二十、二月二十、二月十九日。えー、吉持が亡くなって、えー、三十一日目ですかね。期日三十日余りに短縮されたと。まあ、三十一日で四十九日終わらせちゃったと。一月十八日だったら、あの、普通にやったら、あれですね。えー、一月の後半、それから二月、三月の初っ端になる、ね。それを、えーに、あの、 二ヶ月つの結局、二、えー、月つのそうですね。三十二単色。何て言われすの忘れた。<laughs> そこだったかな、えー、衣装特番が務、えー、め、えー。それに大学寺議長、家事議長、実装院員議員、柔道辞弁、法鎮議権、自動院員辞演。彼らは、えー、いずれも、吉、え、光、ー、の息子が、えー、ここまで。で、こっからは、えー、光明の子供です。 や、満千の構想が、えー、その、衣装特団の、えー、あの、話を、えー、弔に及ぶと。で、吉持の遺骨は、小国寺、小亭、小上院に送ってますが、えー、愚仏の細川光也と山野持弘のみであって、これにつも、時義にやらず、つまり、えー、吉則の命令ではない、私の書意と、云々と。 要するに、まあ、私的に、えー、細川水田と山の持弘のみが、えぇ、ー、まあ、愚するという寂しいもんであったと。もう人々の気持ちは次行ってみよう、次、と。いうふうに言ってるわけですね。えぇ、ー、義援の原則。義援が発体で、えー、室町幕府の政治に登場したのは、これは前例はもちろんない。そこで原則がな出てくる。で、えー、時札と満載は、えぇ、ー、原則、名字、官位、自服などの儀礼的なこと。 いや、えー、政務長談の時期。などの話し合ったわけです。要するに。えー、まあ、これから一連のことで、まず、減属して、次、名前を決めて、範囲を決めて、いつまでもに服してるのか、それから、いつから、えー、あの、議員さんは、政務にさ関わるのか、ということを話し合ってるわけですね。で、えー、まあ、このことで、満載の発言です。過去のごときこと、愛、色うべからずというのも、こたびのこと、申しつつめ、くじを書くの上、慣例、過去のごときこと、無案内か 毎日愛尋ねれば、一件を示すべし。しからば、うななきのよう、あからい申すべしと、うんうんというふうに書いてあります。まあ、この、こういった、えー、まあ、政治向けのことですね。この核のごとき、とつない。要するに、吉典が、原則、名字、官位、政務長の時期。こういったことについては、愛、いろつまり、こういったこと口出すべきではないということは分かっているけれども、今度のこと、今回のことについて、私は、もう質疑を務めて、 さらに、くじも書いたし、その上、畑や三つ家は、こういうことについては、あんまり、えー、よく知らない。ので、もし、えー、つ家の方から相談があれば、意見を示しましょうと。ということなので、まあ、あの、ごたごたや、やこしごにならんように、えー、まあ、我々も、私も支えていきますよ、ということを、えー、万歳は、えー、ときめざったんですね。あの、基本的には、苗字、関与せた、債務の、えー、雑だ、えー、雑務の祭壇。 こういった生命、江戸がかかり、こういったものは、まず原服だなと。順番から言ったまず原服から、えー、行きましょうと。だから、順番から言うと原属、原,則原服、えー、名字の決定、官位の沙汰、その、えー、叱る後に、雑務の祭壇というふうにいく行くんですね。順番から言うと。で、原属は1二2 8年3月12日。だから、それまで実は吉典、儀炎さんは、 ええー、まだ、あの、創世に、創世にあって、いろんな、ええー、実は、やり残した雑、あの、残務者やと思いますけども、祈祷とかやったんですね、彼は。3月12日、本日、当御所様、つまり、議員ですね。お串を、ええー、包まると。えー、頭を桁で包む加藤と言われるんですね。これ、あの、ええー、加藤の姿は、 あの、総兵を思い出していただくと、総兵が頭をん、えー、進んでますね。あれです。あるいは、川中島で、えー、上杉謙信が頭を、えー、大体、なぜだか上杉謙、あの、えー、川中島の大、第4次川中島の戦いで、武田信玄と上杉謙信の一騎打ちのずとうのは、大体、えー、上杉謙信が、え加、ー、藤姿になってます。 ただ、実は、この時、上杉、上杉さんまだ、あの、上杉正虎なんで、加藤する必要ないんですけど、なぜだか、川中島の戦いでは、えー、けん、あの、えー、上杉正虎さん、えー、加藤姿になっていて、えー、おります。で、武田信玄その頃も既に出家してますんで、本当は、えー、武田信玄の方が加藤でも不思議じゃないですよね。えー、頭の毛さずも加藤姿になってます。これは、あの、あれ、布じゃなくて、消さ、白い消されしいですね。 五条の餌で、え、頭をくるみたいです。で、え、その、え、原則の役人、つまり、え、まあ、行事の、え、執行役ですね。畑は持ち国。これ、あの、親父、本来、官邸が務めるんですが、え、本体の父である、え、三井はもうすでに、え、道端という、え、出家名を持っている、法名を持っている、え、本体なんで、え、こういう幕府の、え、こういう公的な行事には実は参加できないんだから。発体ですから。 だから、えー、そういう時には、持ち国が、えー、あの、代理室で、えーまあ参加すると。で、慣例は、えー、参り申すも、他の代名は、えー、参り申すに及ばず。つまり、原則の式には、慣例がにが参加していないと。で、夕方の一個には、主題文がやってきて、えぇ、ー、で、万歳はその後にやってくると。で二条持ち元は、五小松条項新筆の、えー、名字、領事さん、名前を持ってくると。で、えー、ここから、原則という儀式が仏教的要素を、 廃した、えー、非公開の秘技であると要するに、畑は持ち国だけが参加していると。で、満載も参加していなわけですね。ということは、おそらく仏教的な要素を廃した原俗の儀式、つまり、非公開の儀であったと。で、えー、まあ,あのその後は代理、戦闘、関白に、えー、剣と馬の信条が行われ、えー、名字は、えー、満載をした慶喜に決まりました。 で、原則と同時に、除釈と認可が行われ、えぇ、ー、1位の下、様の神と。で、4月11日、えー、ご飯始めが始あり、えー、ご表情始め、ご乗馬始めが行われ、4月15日十10の下に乗せ、えー、られています。で、このご飯始めのことについての説明ですが、えー、まず、この3回からご飯始めですね、半始めを。百二2 8年4月11日に飯ご飯始めが行われています。 で、1929年4月15日に将軍ご飯始めが行われてると。で、この時に足加減関係は区議では釘用だめですけど、これは仏教の誤りであると。なぜかやったら、1930年に釘用ご飯始めがあって、この時に釘用の顔を使ってると。で、問題は、この、これからこれの間、この間ですね、この間から将軍ではない。この間は諮問所的聖軍つらい御内書は何通か残されてますよと。 実質的な半始めは、この、こっちではなく、この1ではなく、こっちの2であると。これが次半始めであって、えー、武家用顔の使用始め。だから逆に言うたら、それまでは、これ、あの、あれなんでしょうね。あの、義援さんの、えー、義援の、えー、義援さん、義援さんで顔を持ってます。義援の顔。だ義援の顔を使っとったんでしょうね、これ。で、えー、武家用顔。 の、えー、詩をはじめが2。3が、えー、3一個、公家用家を使うようになると。で、仏用家王の主詩は1三3 2年、えー、3月、4月ですね。で、公家用家の諸見、最初に出てくるのは1三3 3年のウのン・ナと。で、吉則の特徴は、仏用と公家用は併用せずに、えー、仏教を,を使った後に公家用を使っていると。 いうそういうと、えー、特質があるというふうに言われています。ということで、いった話を切ります。議員を後継者にしたくない人がいたということは、そのころから人格的に問題ありと見られていたんでしょうか私はその可能性も否定できてますね。否定しません。で、あの、もう一つは、あの、 えー、桜英二先生は、まあ、満載ははっきり言うと、それは同じ真、えー、言宗である義式書のを推し,おしたんじゃないかというふうに言ってそれもそうでしょうね。これ、く時に持ち込んだっていうことは、えー、反議員派がその時点では一応買ってたということ、買ってたそのく時に持ち込めは え普通に考えた議員になるところを、議員以外に持っていける可能性が出てきたということですよねそうです。私は下手人は満載じゃないかと思ってます。あの、えっ、ー、と、櫻井先生の言う通り。この反議員だったのは、多分満載じゃないかと。意外な感じしますけどね、満載はもう、あのヨシノをものすごく支えてますから、逆に言ったら、多分そこなんですよ。 万歳 <laughs> が必菱田義うと伝えたのは、逆に言うたら、自分も昔、あの議員を多分排除しようとしたからでしょうね。という気もしてます。じゃこれ、みんながくじでやろうって言ったということは、仮に議員以外の名が出たら、まあ、それはそれでしゃないということなんですが 多分ね、あの、これ誰が誰だかわからないんですがね、多分三、あの、多分基本的には三人で話し合ったんでしょうが、あの、三人もしくは五人、えー、六人か。まあ多分、こちらの人間はこちらにはからないんですが、あの、どちらにせよ、おそらくこの三人で話し合った結果が一致しなかった。んじゃないかな。 だから、議員でいいという人も、議員でいいという人も結構いたはずなんですが、ええ議員じゃあかんってやつが、おって、で、あの、あれなんですよ。あの、当時の、あの、室町幕府の考え方は多数決をやらないんですよ。多数決をやらずに、前回一なる話なんですね、基本的には。あの、要するに多数決でポーンと反対権を飛ばすと、 えー、これ、桜井先生の話なんですが、あの、室町人っつうのは自分の意見を否定されたら、もう全てを否定された気持ちになって、ものすごくへそ曲げるんですよね。だから、あの、話し合って、えー、まあ、みんなで納得するまで話し合う。で、決まらなければ、まあ、くじ引きはこれ、神様の意思ですから、こう、話し合って決まらん場合には、まあ、そういうふうにいろいろ考えて、要するに強引に決めることはしないと。くじ引き、 なが納得する形をとる。まあ、現代で言ったら我々、我々にとってはくじ引きよりは多数決は納得するわけで、えー、室町人的には、こう話し合って話し合って最後の、こうゲリをリも話し合って決着がつかない場合は、あのー、くじやかね。で、現代の民主主義では、話し合って話して最後まで決着がつかない場合は、多数決を入れてという形になると。まあ、民主主義って、あのー、 民主主義と言いますか、デモクラシーってのはそういうもんですよね。熟議。話し合って、話し合って、話し合って、で、最後の最後で、多数決もしくは、ええー、あの、あれやと。最初から多数決ありきでやるのは、それは民主主義ではないし、熟、えー、議ではないし、デモクラシーではない。ええー、いう、それは単なるポピュリズムやと。いうことでしょうね。はい。 コメントで、議員は将軍に就任を何度か誇示したようですが、これは形の上だけだったんでしょうかうん、私はどっちか言うたら、案外議員さんは、どうなんでしょうこれ難しいですね。あの、形だけ、あーっと、いや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 、というふうに言ったのか、手、えっともうガチで、えー、やる気がなかったのか、 あのそのそのなんともわからないですね、これは、はっきり言うて。なんともわかりません、すみません。これ、くじ引き引く前にね、えー、とくじ引き引いて当たっても、はい、え受けてくれなか方ら困るから、一応打診していや、もしこれからくじ引きますけど、当たったらひ受けてもらえますかっていう、そういう事前接ョンしてるんですかね。 これね、あのやっぱりかなり急ですから、多分そんな余裕ないと思います。結局、これ、あの1月17日にあ持、このあの結局、吉持が発病してから死ぬまでが 2, 2週間経ってないですよね。で、えー、っと、2週間経ってなくて、で悪くなってから、えー、死ぬまで数日なんですよね。で えー、吉持が、えー、九時にしろというふうに、九時、えー、見くじたるべき、もしくは、あの、えー、宿老サイドが九時ではどうでしょうかというふうに、えー、言うた、その段階ではもう、えー、よ、翌日に吉、あの、吉持は死なはるんで、多分そんないうないんじゃないかなと思います。次のコメントです。ご飯始めのことですが、吉一ですね。 ヨシカズには顔がなかったとされていますが、ヨシカズはご飯始め自体がなかったということですかあるいはご飯始め前に急に亡くなったということですかえー、ご飯始めをする前に彼は亡くなっています。ご飯始めの記録はありません。は彼は一回の顔を 書いたことがないんですか？義和とは将軍だけど、うんないないはずです。私的なものだとあるかもあるかもしれませんけども、あの現在残ってる文書に義和の、えー、顔は、えー、ありません。で、あの義和顔という風うに書かれてるものが写しです。えー、私的な、えー、文書に残ってます。えの近神では。 で、あの、現在ネットで吉和の顔をググると出てきますが、どう見ても、足利家の顔じゃなくて、あれ、江戸時代以降の顔だよね、え、安土桃チモ代以降の顔だよね、という顔が出てきます。あの、顔や、あの、顔屋さんとか、顔をこうデザインする業者さんが、ええー、まあ、いろんな顔、吉シの顔とか、こう、ダーテヨシ吉ズの顔はどう考えても、これ、足利家の顔じゃないよね、というのがのこ、の、載ってます。で吉カあの、で、これ、上島たもさんの足利将軍家の顔という本には、 えー、足利尚義の顔という副題ですけれども、えー、上上島智夫さん先生の本には足利氏和の顔はの、の、採録されていません。だから多分これは、あの、上島先生がない言ってることはない。との考えでいいと思います。義員の原則ですが非儀って見せないでますけど、そもそも、これ、フォーマットがあるんですか前例で。こうやって、 原族自体は行いますから多分あるんじゃないと思います。将軍にはないけど、普通、うん、に原族する人はいるわけですね。まあ、そうですね。<laughs> うん、ただ、あの原族してる人って、あの罪人が多いからな。<laughs> あ,あ,いあの親鸞とか。彼一応、形は原族させられてますよね。 武士とか天皇とかは、あまりしないですね。天皇で元族って見たことないですね、そういえば。武士も探せばおるんかもしれませんけど、うん、まあ、え元、ー、族者の人間だ、そういえばやっ,って言われたら、足隠しの理が思いつかないな。<laughs> う,んうん。あの、まあ、工業さんは多分元族武将士んでしょうね、あれは。ああ、はい、はい、はい。工業、ああ、 して将軍を狙ったわけですね、彼は。うん、あ将軍になろうとすればあ,あの、原族は深いですからね。うん。と、私立家の義のとその周辺ですね。権威と権力。えー、兼大期の1二2 8年、象徴元年5月1日日には、えー、満斎と時房が義のの今後、いつ談合を行われています。で、ご飯始めを終えた義のは、 ご飯の未教授だって雑草成敗を行たご飯の未教授っついうのは、えー、これ年,後あの年月日がある磁気、えー、上形式のもので、ね、ご飯の未教授。あの、これ、英語書の室町殿未教授を言ったら、これ、あの、あれなんですよ。あの、宝書形式で、よ、えー、って知った徳田のと年という形で、将軍の意を側近が伝える、まあ、慣例ですね、本当は。慣例が伝えることなっね。室町殿未教授っついうのはそういう形です。 えー、室井のご飯の未教授を言ったら、直気形式で、えー、になります。このご飯の未教授っついうのは、年月日がついてますんで、えー、雑草成敗。つまり、あの、土地とかに関する民事訴訟の判決,対決にこれ、あの、えー、使うんですよね。ご内証っついうのは、実はあの、この年賀年号がないんです年号のやつはご内証ですね。 えー、ご飯はじめ。えー、これを吉宗を終えたんですが、えー、ご飯の未教授によりグラス,スをてえー、で、ご飯の未教授についてもう一度説明しますと、えー、まあ、未教授っいうのは基本的にはこれ、法書なんですね。で、えー、それに対してご飯の未教授っいうのは名前が未教授なんですけども、えー、磁気形式の文字です、ね。で、ご飯の未教、あの、ご内書と似てるんですが、ご内書との違いは、ご内書は、 年号がないんですが、ご飯の未協定年号がついてる。で年号がついてるはどういうことか言ったら、あの、要するに無期限の、次元的な効力ではなく、無期限の効力を示すものには年号付けなね。だから雑草成敗、つまり土地訴訟とかそういった土地関係の民事訴訟の判決文によく使われます。このご飯の未協定というのは。で、このご飯の未協定を出して、えー、まあ、雑草、 対談成敗にしたいということ満載が、えー、ちょっとち、ちょっと待ってと。音名画として何たる、何なるべきや。これどうだろうと。名画として問題ないかと。で、名画、この言葉から、将軍の地位権力では神仏の過去を恩恵でさ,される神聖なものであるという、そういう見方が、えぇ、ー、伺えると。で、まあ、万歳が引っかかった、 で、えー、これについては、えー、清原、えー、まあ、話聞いてみるので、清原吉方に、えー、聞いてみました。清原吉方はこう,うですね。聖一将軍以前天下を判断すると主催なくんば誰人も将軍にあらずして、威について聖母あるべきか。この女王、普言の中を恐れあり。将軍にあらずというのも天下を判断すること近年の風呂なりしかれば将軍の意を持って、それ以後、ご飯を持って聖母の女王、 えー、方々しかるべきからのぞよしぞんずと、云々と。えー、どういうことかと言いますと、今日の仕方さんは、聖対将軍になる前に天下を判断する、聖門を取ることが問題ないんであれば、誰であっても将軍でなくって、権威について、えー、あの、そういう政治を取ることができるでしょうと。こういう、えー、これは今まで言われてないけども、そういう恐れはあると。 で、将軍でなくても天下を判断するのは近代そういったことがあった。これ多分吉本にのことでしょうね。吉持は将軍でないにもかかわらず、えー、天下を判断していたと。まあ、それは近代の風技であるが、まあ、近代のというのは絶対あまりよろしくないということを示ししています。最近はそういう、最近の、最近のこれ、あの、やり方だよね、というぐらいの感じですね。最近こんなこと言ってるけどね、という。 だから、えー、将軍の、えー、将軍になってから、ご飯を持って成敗すべきであると。これ、なかなか怖い意見ですよね。要するに、えー、まあ、そもそも論として、えー、あの、まあ、正大将軍以前に戦果を判断するものなければ、将軍でないやつ、例えば関東国宝が喉茶入れても文句言えねえよと。だから、ちゃんと将軍になりましょうよと。 えー、結局、えー、将軍宣言までは自ら判断で政府倍せずに官令方針で沙汰をすると。いうことで、えー、まあ、この時期以降官令方針はいくつか残っています。で、ここで、権威について。権威について。権威。権威と権力の関係性もで政的圧力との権威と、それから強制力との権力を区別していると。 これが将軍権力の性格を表しているというてます。まあ、これ、あの、ちょっと解釈難しいんですけども、あの、これ、あのですね、あの、本郷先生なんかこの権威積むのを基本的に評価しないし、あの人は割合、ゲバルト論に、ええー、まあ、掲載してますよね。要するに、協力。ええー、ゲバルトこそが、えー、権力だと。だから、ボケ権力つな力ってからを持つのと。ボケというのも、レジティマシー、 が必要である。正当性が必要権威というのは正当性だけじゃなくて、あの、要するに、まあ、あの、あれね、えー、いわゆる、あの、関連的な、えー、伝統的権威、それから、あの、えー、合法的権威、合法的権力の一部を出すもんですね、権威。まあ、そういったもの、この権威というのはやっぱり必要であるという、それが、ええー、ポイントであると。 将軍権力というのは単に武力だけじゃないんだと。武力をこう束ねるので、それを、えー、天皇からそれを、まあ、異常されているという、そういったものを身にもまとっているということですね。で、あの、権威って言葉、満載十五日記においては、えー、八幡宮で、あの、シャムの、えーえー、田中創盛の、えー、権威を恐れて、えー、まあ、あの、当時の八幡宮が会を、えー、報告しなかったと。 ええ、いうことを、ええー、まあ、それ、それは問題だろうと、万歳手先生が、ええー、そこで権威という言葉が出てくると。で、ええー、関門人気の X が権威が出てくるというふうに言ってあります。じゃあ、ええー、どこで出てくんねん言われても、ちょっと私のパンと思いつきませんが。で、えー、月リにおける諸大名の、ええー、対応。関令は、えー、畠山光恵ですね、その頃は。吉野典の、ええー、溶立劇を主導したのは、この人です。 で、侍どこか京極餅蜜ですが、京極餅蜜は、吉則が、えー、あの、ついた直後に亡くなっていて、でえー、退任していて、で、ええー、餅蜜から、えー、赤松三次に交代しています。まあ、興味深いのは、ご飯の天皇より続けての準備作業ですね。昇降天皇が7月、えー、6日に発病して、吉則サイドとしては、ええー、昇降天皇が死んだ場合、 すぐに天皇を擁立しなきゃならないと。しかし、まだ昇降天皇というのは、あの人はあの死に、あの死にそうなったと思ったら突然治るという前科がいっぱいあるわけですね。ということは、これは極秘に移動させなきゃならないと。彦彦ヒの若王子の移動の敬語訳。これは非常に難しい、難しい、あれですね。 さらに、えー、ご南町からの、えー、まあ、あの、ダッシュのリス、リスク。そういうところの非常に難しい。この難しい、えー、ものを担当したのが赤松光つ助であると。で、光助のポイント一つは、彼はまだ侍どこに就任していない。要するに彼は、幕府の高級、高級役人としてではなく、一人の人間としてこの問題に関わっている。もう一つは、 隠密行動。これ、えー、だから、赤松見続けも、この場には出てこないんですね。あくまで家臣たちを出して、ひっそりと、やり、やって抜けると。もし、昇降天皇がき、あのー、回復したら、あ何もなかったですというよいな感じ。えー、なんかそういうの、ボロボロばれたら、まあ、みなんちあのご難聴による身からダッシュのリスク。えー、それから昇降天皇がまたブチ切れるリスク。いろんなリスクがあるんですね。 そういったものをから、えー、守るために隠密行動。行為に関わる。これは非常に重要なものですね。行為に関わるという重要な極秘、隠密行動を託されるだけの熱い信頼を三つ月に寄せることが、えー、寄せてることわかります。だから、あの、吉則は三つ、えー、月をものすごく評価している。で、これ、あの、先ほど言ったように、吉則、赤松吉則が、あの、吉、三つ月の父親の吉、赤松吉則さんは義援さんの、 取り巻きの一人ですよね、これ、実は。さっき見てみたら、あ,あ、そうなんやと。えー、いうことで、おそらく、おそらく、えー、義援時代から、当然、あの、義則、見続け親子とは、えー、多分義援さんは仲良かったというふうに思います。まあ、それが書きつぶいにつながるんですよね、これ。あの、義則の人生、こう見ると、結局割わりそうなんですよ。あの、仲のいい人間との関係が、破局に向かっていくという、 これ、日野義介さんも、えー、実は、調べたらか、すぐに分かったんですが、子供の頃一緒に生活してるんですね、彼ら。あの、義援の、えー、養い親は、あの、義介のお、父親の日野、名前忘れた。日野さんなんですよ。だから、あの、義介と共に養育されてるんですね。あの、義援さんは。だから、そういう、 下、あの、末、近輪弁長でしょええー、後に、えー、三門騒動で、吉則に斬殺される、えぇ、ー、近林弁長、それから日野義介、赤松光介。いずれも、えー、吉則とは、えー、非常に個人的に仲のいい人間たちが最後、は、破局していくという、えー、そういう、まあ、あの、あれなんですね。でか畠山光江さんも、このお見つけのにもうすぐ変わっていると。 で非公、えー、人の擁立ついうのは、吉典の祭壇で、えー、現実化したと。まああのえー、で、三井三つ輔のチームワークで実行してるんですね。で、柿、え、粒、ー、に象徴される吉典と三つ月の確執は想像だにできない。逆に言えば、多分、確、え、執、ー、が起こるのは、えー、お互い信頼関係にあるからこそ、それが壊れたときに確執が大きくなるんですよね。婚ン院勉長に関しては、おそらく吉典 再度のが怒りが弁慎、えー、に向かうし、えー、それから之助に関してもおそらく、えーそのえー、信頼関係の破壊の、えー、憎しみは義経から之助に向かった。で、えー、信頼関係の破綻は柿津皿に関しては三之の憎しみが義経に向かったというそういう関係なのかなと思います。 で、その一方で、えー、三月や三重のように、吉則に、えー、まあ、えー、絶対の忠誠を使う人間と逆に、免獣腹敗する連中わけですね。小倉の宮に、えー、の、が、出版したときに、えー、京都大名内に、えー、少々同心申すともがらこれありというふうに書かれています。万歳十五日記に。京都大名内にも、えー、造反、あ、違う、違うわ。えー、っと、 造反しかけない大名を常に含んでいる。えー、要するに、室町幕府のは、あの、将軍に造反する可能性の人間が常にいるという、えー、そういう構造的な弱点を抱えていると。で、そういう造反する大名が複数、えー、超えてくると、えー、そもそも室町幕府は、これはもう造反ではなくて、室町幕府が分裂したやと。 え、うね。せ、えーえーえー、それみんなが造反しちゃってどっかに行っちゃうと戦国時代に入ってしまうと。まあ、難しいのは、あれですね。ここの関係。ここと。それから、えー、この人と。それから、えー、この人と。まあ、この人と。まあ、いろいろ難しい問題をいっぱい抱えています。で、えー、関連式の危機器とその理由。 えー、関というのは守護大名をためる役目寄せを背負う重職とある官連図が、官、えー、連をについて調べてみると、上評、つまり辞表を出すことがものすごく多いと。で、先生、芝吉奴について述べた河村正一氏。えー、この上評について、この河村正一氏が研究したのは、あれですね、検討したのは、芝吉奴の官連就任に、えー、会場、会議士、それから小田氏、 朝倉市の、えー、重心3人がやってきて、あのー、吉安は慣例の器ではないと言い立てて、吉奴の、芝吉安の慣例就任に対して反対したと。で、これについて従来は吉安が相当馬鹿だったからだと言う話なんですが、河村正一社、それは違うよと。いや、慣例というのはそもそも上をすることが多いし、えー、まあ、絞ることも多い。なぜか。 政治的、経済的利益よりも、その時は不当に回っていた事情がある。だから、この、えぇ、ー、会場地らによる、えぇ、ー、柴吉奴、えー、かあの、官邸主任反対も、吉則が結局、えー、じゃあ、ちょっと経済的補填をしてやる、言ったら、ポッと手のひら変えるんですね。結局、そこなんです。金なんですよね。で、えー、まあ、三つ、その頃、吉則の頃、官邸は三井から吉奴に変わってます。 で、えー、三井義吉奴、大阪持行この三人です。吉則の時の慣例は。もうその前二人、慣例の収入を絞る。あの、吉則の時に、三井が辞めて、えー、吉奴が慣例になってます。この時に、慣例の収入を絞る。それから、たびたび上表する。これはもう三井へも、えー、それから、あの、吉奴もですね、あの、上表する、続けてるわけでで、それを受け入れないと。 これは結局、官例の負担の大きさと重圧に耐えかねるという少ない。三井は、例えば、あの、ま吉持時代ですが、三井家辞任を希望し、吉持も仕方がないとそれを受け入れた後も、後が決まらないという、えー、事件が起こったり。あるいは、1 2 1年から29年、三井家慣例再任されてますが、その時にはしばしば辞表を出してますが、えー、受理されないと。 で、えー、まあこの就任規矢というのは、三井と義敦に共通している。で結局、推しに分けて義敦が就任しますが、えー、これは義則の先生が一家の可能性があると見えています。まあ、私は、右、えー、大将敗画の時の六本インドの洗礼が義行であったことから、 吉しにとっては何が何でも、吉安あが、えぇ、ー、う大将だけじゃない。これ誰かの研究、それこそ、えぇ、ー、河村昭一式だったかなえー、誰かの研究で呼んだんですがね。えー、うあのう大将、肺が。あれか。桜井さんも書いてあったから。う<っ>大将、肺が。これがポイントやっただ。だから、あの、う大将、肺がしきわると、あっさり、え野、ー、よは、吉安の辞任を、えー、認めてます。 まあ、吉安トラブルメーカーでもあったんですよね。うん、関東との問題では、初代名の、えー、話し合いをすっ、あの、すっ飛ばして、自分の意見をこう、共通、あの、今日、ガード仕込んで、えー、三井へと万歳を呆れさせたりしてますから。<laughs> で、基本的な細川持之さん。この人は上表したという職権はない。辞めたい辞めたいと万歳に愚痴はこぼしても、えー、はっきり辞表を出すことはない。 でまあ、こういう難しいのは、関連とのは、足利家の羊であると同時に、足利一門や有力主護大名の代表格である。まあ、だから、あのというは結局室町将軍家、室町将軍と、それから有力守護大名の間の調整役なんですね。結局な言ったら、中間管理職なんですよね。 あの、石棺ステの時白と一緒で、意外と、自由度は少ない。結局、ストレスばっかり溜まる。そういう仕事。で、将軍の先生かとして五代目の発言権が強い。そういう中で、慣例の職務を遂いするのは大変なんですね。まあ、あの、上が、えぇ、ー、過ぎ方のことをやり、えー、下からの圧力が溜まると、えー、中間管理省が大変ですよね。 あの、畑、あの、畑は三家、柴吉八つ、えつ、ー、つのは、その辺に非常に苦しんどか、しんどかった。そういうタイプだったんだろうと。尻きの吉則とその周辺です。近獣大立三信の役割と。大立氏えー、こういうですね。日田一門ですね。日田正義の、えー、新田康の、えー、父、祖父、祖祖父ひいひいじいさんの、えー、息子、 曹操祖,父祖,祖父の代に、えー、分岐してます。正氏と家氏。この間かなり年齢が伝わるね、えー。この二人は、えー、いずれも吉田ちょっと年上年ぐらいです。吉田の父親の世代ではありません。で、この大立宗、これ大立ってことですね。大立宗氏は、あのーえー、鎌倉攻めの時に戦死してます。で、この渡氏ため氏っていうのは、えー、北本家家家と共に戦死してます。で、この大立氏らは、えー、その後南朝が出して四国で戦死しています。 で、この、大立義冬が、ええー、まあ、義光の時代に、ええー、まあ、あの、まあ、教育動揺を通じて幸福を申し立てたんたですね。で、ええー、まあ、それ以降、大立氏は、ええー、奉公集として、ええー、活躍し続きます。例えば、ええー、この義冬、宇治信、ええー、三つ冬の娘の今回りの壺、ね、これは義吉、浅香義政の乳母であり、それからこの、お、えー、大立三つ信は、ええー、今回り壺の叔父にあたります。 今回出てくる。で、この三つの部について、え記、ー、録、この方はこの持ちふさ。で、この持ちふさの、えー、娘の大立三子は吉政の、えー、あのー、側室ですね。え大、ー、河ドラマ、花の浦暗では鶴田真由さんが演じてます。で、その,のり藤の息子は大立久氏であって、上皇の名前で知られる、極めて著名な人間です。えー、シンクロを走るでも、えー、よく出てきあの、出てきてます。大立久氏。 え、で、え、この、え、息子の春光は、え、上杉謙信の取り次ぎを進めたことで知られ足利をしてるの、え、吉てと、え、足利をしてるの、え、まあ、あの、上杉謙信と義てるの間の、を繋いだ人間でもあります、この大立春光は。その大立氏、え、金城大立光信。まあ、志田ら氏は、え、吉の、義則政権研究し中で、大立は、 吉野林道知りともに、えー、正解に登場し、吉野先生の勝負になってその愛名をめると、その姿を消す。そういう存在であると。ただ、えー、より細かく見てみると、1913年すでに大立行部の醤油で、えー、名前でできて、カズさんの神、ちょっと変わってますね。スきケじゃなくてカズさんの神なんだ。えー、信長と同じミスをしてるのかな、これは。えー、で、あの、万歳からの祈祷関図の受け取り、あるいは祈祷用途の えー、祈祷の出物の従事などをやっている吉本行きにはすでに近流として、えー、あの、その活躍が見えていると。で、えー、1928年2月9日上では、大立入道と、名前でできます。ということは、吉本の審査で出家したんだろうと。で彼は、大立み、えー、持房行場、三つ、三つ冬の、じゃ三つ信の,の息子の持房の、えー、手紙に、えー、その姿の載せますが、 え実は、吉則を説得して、義援を、渋、えー、る義援を説得して、室町市で迎えることに成功した、その時の使者が大立三信なんですね。で、えー、その中では、義者とです。まあ、これは当作天下の義者ということ、この義者であって、義者として、えー、まあ、あの、大立三信が、えー、義援の説得に使わされたというふうに書いてある。おそらく吉持の近じるとしてので人望が高い人間だったんだろうというふうに考えられています。 と、あの、森、森先生が考えております。で、三信のの政治志向が、えー、三信の,の失脚の契機ではなかったかと。三信さんが失脚したのは、あの、1130年1月2五日の的始めで、えー、吉則が持ちさんに雇いの役を命じたんですね。それを、ちっちゃ三つは拒否し、激励に触れたと。で、えー、三信氏が一式持ちの、この吉信っつうのは、持ち伏っつうのは、一式義室の弟で、吉信のお気に入りですね。 吉,吉典ものりのお気に入りです。持ちのまで耐えられてる。結局、えー、三つは吉典の先生家に逆行する協同を取り、怒りを買ったんだと。まあ、まあの、この雇りの役を命じたつのあれなんでしょうね。えー、要するに、あの、持ち夫さんに対して、えー、まあ、あの、過小な、えー、仕事を押し付けたつべきなんですかね。えー、俺、あの、三信としたら、うちの息子が雇りの役だと、 そんな小、承薬を与えるなと。おうちはもっと上ないと。で、えー、まあ、水の町に伝えられた事情、これは、あの、森先生の想定ですが、先生よりも豪業をとっぶ、えー、とっぶ質問人でしたなんじゃないかと。で、それは重臣たちの総意でもあったから、えー、まあ、あの、こういう、えー、説得役の使者として、まね、あの、あれしたんだろうと。しかし、結局、それが、えー、吉則の激励に触れることになったと。 で、えー、三つのが失脚した後、登場していくのは赤松三つ正なんですね。で、これは室町の権力の変質に起因しているんだと。えー、ちなみに、これ、あの、実は、この、室町幕府崩壊運だけでは、あまりこの辺のことはよくわからないんですなんか、いきなり唐突に、えー、三つの部は合議だ。えー、と思うんですけど、これ、あの、赤松三つ正将校という、 ものすごいタイプのいほ、あの、新章一冊分ぐらいのボリュームのある論文があって、えー、あの、福岡大学人文学部企業がなんかに、これあの、実は PDF で手に入ります。森重明先生のこの赤松水正昇校という、え、昇校というのは、えー、少し考えるというやつですね。赤松水、あ、えー、赤松水正昇校と、えー、小さく考え、この赤松水正昇校という論文がありますけども、 あの、先週一冊分ぐらいはありそうな、えー、タイの著作です。タイの論文です。論文でこんだけ長いんです。すごいんですがね。えー、PDF でも延々続く、えー、PDF が手に入ります。コピーすると結構金かかる、えー、ボリュームのあります。そこで非常に詳しく書いてあるね。いろんなこと。私も、あの、読んだんだけども、全部忘れてしまうほど大量にいろんな盛りだくさんの え、論文です。興味ある方は、えー、あの、今でも多分 PDF でどっかでダウンロードできるはずです。えー、福岡大学人文学、福岡大学の多分サイトあたりから、えー、ダウンロードできたはずです。私ダウンロードもし,、えー、してるし、コピーも持ってます。<laughs> あの、コピーしてから、あの、そのコピーで私は管理が良くないんですぐなくなるんですね。えー、だから PDF に、えー、でも落としてます。えー、ただ PDF と読みにくいんですよね。 えー、いうことで、えー、っと、以上です、はい。では、えっと、コメントです。昌光天皇は、生前、彦人を後継者にすることは承知していなかったのでしょうかあもう全然してません。もう、その話が出ると、ブチ切れてます。 だから、からあの、はい、ちょっと、えっ、ー、と、えー、だから、あの、何言ったけな、あの、死んだときに、昭和天皇死んだ後に、ええー、陰上、上皇という形にすると、昭和天皇ばけて出てかねないと、いうほど、ええー、彼は認めてません。昭和天皇は、誰に続きやったんですか、後継者。 自分は子供を産ま自分の王子が生まれるつもりだったんでしょうね。あ、まさか自分が後継者なしで。死ぬと思ってない。ああ、ああ、なるほど。<laughs> まだ。で、言ったら、彦人王とか、さんに天皇やるぐらいなら、天皇家、天皇潰,潰れてまいと思ったんちゃうかな。じゃあ自分の王子が生まれる以外の、 プラン B とかプラン C なんか全然考えてなかったんだ、この人は。考えてないです。で、そのプラン、あの、で、そのプラン B やプラン C の存在すら憎んでたんですね。いや、だからほんま大変と思いますよ。ごコ・まマとかヨシモとか、その、えー、あたり大変と思いますよ。プラン B、プラン C を一切認めない、えー、プラン A しか認めない天皇。でも、このプラン A の可能性はゼロに近い。どうすんだ、これと。 いう感じでしょうねこれ、うん、次のコメントです、えー、ご花園天皇の即位後に小倉の宮の小倉の宮に何らかの制裁がなされたのでしょうかいやあのー、せ結局平坊三妻が、えー、死んだ後小月、えー、宮の仲介で、えー、小倉の宮は帰還してきて で、え、諸大名が金を出し合って、小倉の宮の生活を面倒見るというふうに話は決まっていて、ただ制裁どころか、あれですよね、えー、吉宗は明らかに、一応名目上は保護の形に言ってますよね。で、さらに、えー、まあ、制裁といえば制裁なんでしょうね。これ、あの、えー、小椋宮の一人息子は吉宗の有志として、吉宗の名前一時、京存京を当えられて京存と名乗り、 えー、で、過剰時の門跡として迎え入れられると。これは、あの、要するに、小倉の宮の、えー、最後を、えー、構想として、室町殿の前の構想として、えー、迎え入れるとともに、小倉の宮は断絶する。という、まあ、制裁でもあり、えー、まあ、最後を飾る。で、えー、もう問題は、あの、吉徳、あのー、 えー、初代名に命じて、大倉の宮の生活費を面倒見ろとは、それは守られないんですよね。<laughs> それが守られない。ので、あっちまに、えー、最後は、だから、あのね、えー、大倉の宮は、いろ、あの、吉宗の死んだあったと思いますが、えー、あの、家に、あの、大倉の宮家に、あの、あった、あの、文書類を全部ご飯の創天皇に、あの、寄贈して、 えー、あの家を、えー、だあのもう完全に切るという決断をしてます次のコメントです三関令が連合して将軍の権力を抑え込むことはできなかったのでしょうか三関令が仲悪いからなああの基本的には芝が圧倒的力がもともと強くてそれを 抑えるために、細川と、細川と島がもともと、まあ、おって仲悪い、そこに、あの、畠山を入れて、えー、話を、えー、さらにややこしくするように、えー、してるんで、実は、三さん関連つの連合をする可能性よりは、えー、どっちか言ったら、お互い殴り合う可能性は高いです。芝、細川、畠山の3つの上から、家から、ど、えー、1回に1人出すんですよね。 関連てまあ、一、うん、回に、あの、まあ、一人です、ね、同時に二人いることはないんですよね。あ、ないです、ないです。一人ですよね。今の首相みたいなもんですね。あ、そうです、そうです。で、どの派閥から誰が出るんやという。今でいうで、ね、細川派か、柴派か、畠山派か。そんな感じでしょあ、そんな感じです。で、それ一人ね、出すときですけど、 将軍ご指名なんですかそれとも、今の自民党みたいにぐやんぐやんぐやんって、派閥立候で決まるんですか一応ねあの、将軍からの命令です,ですが、実際には多分、派閥合唱連行で決まっていくんで、芝が、えー、最初に姿を消すんですよね。芝、あ柴一番か家の格高いけど、最初に参加内から発作するんですか うん、うん。あの、結局要するに、あの、細川と畑山、どっちがやったら、まず一番格闘技は芝ですから、細川、畑山は、まず芝を引きずり下ろす方向で、あの、この両者が連携する。で、芝が没落した後、畑山と、えー、細川で殴り合いが始まる。という感じですかね。ということなので、その、三つの関連家が、 で、将軍の権力を抑え込むということはできないと。うん、なるほど。で、まあ、考えられる、畠山が分裂した後細川と畠山正長が組んで、えー、将軍に圧力をかけるということはありますよね。ご飯未教書と宝書と出てきましたけど、これ、効力違うんですか宝書と未教書と。 ご飯の未教書と、ええー、まあ、あの、関連報酬は、もう、効力は変わらないです。ただ、要するに将軍家が、えー、将軍家の意図がはっきり出ているのか、えっと、関連が、関連が間にかんでいるのかで、やっぱり、あの、もろた方のありがたさ違いますわな。ご飯未教書の方がありがたい。ありがたい。未教書の方が。 二教書くださいということで,できるんですかいや私報酬イエーイってそういうことは言えないんですまあ昔、えー、今言うちとんあ,あのが、ま、さにそれなんですがあの頼朝の,あの下しぶみが頼朝の顔のついた下しぶみを、えー、嫌がって、えー、じゃいを欲しがって あの、まんどころに、えー、まんどころ下し踏みになるときに、千葉常典さんが反発したという話がありますが、まあそういうのは多分あると思うんですが、ただ、あの、関連蜂書とご飯の御教場が選ばれるというのは、これは結局、将軍家の事情によるんであって、えー、将軍家が、あの、顔をご飯の御教場にないときには、関連法書が代わりに、 え出るというぐらいの感じかな<の>であれせそれからあのあの、ご飯のみきでやっぱり将軍家の版、えー、がじきじきにあるのと慣例の版があるので、やっぱりちょっと価値違いますよね。<ー>将軍のサインと、それから慣例のサインでやっぱりあの。で、とりあえず、効力としてはとそんなに差はないんです。その時は。差ないです。うん 気分的なも,もらう側から見て、ありがたさは確かに違う。はい、<laughs> そうですよね。うん。はい、わ <laughs>、はい、かりました。では、コメントがないようであれば、えっ、ー、と、来週の予告に行きたいと思いますが。はい、えー、来週は、象徴改善の歴と歴史的意義。 えー、要するに、まあ、あの、吉則の、えー、元服、それから、あの、えー、将軍宣言まで来ました。で、えー、まあ、あの、途中で、吉則は、えー、あの、を象徴に改元しています。この、えー、象徴改元。これもなかなか話焼くるんですよね。象徴改元。えー、一応、これ、改元の、 えー、名目は、昇降天皇の大始め改元ですからね。ちょっと何言か分かんないあの、昇降天皇もうすぐ死ぬや、みたいな。えー、まあ、この時、あの、象徴改元した時に、あの、昇降天皇は死ぬや誰も想像はしてませんが、あー、昇降改元の生き方的に、格確ご判断に降りつつ、ご難聴同行。えー、まだ、なかなか吉則が、えーし、将軍になって、これ、まだ半年経ちませんよね。 <laughs> ご安とのり立って、確か吉井りがついでから半年や、半年たってる、半年、ここですね、わずか半年の間の、えー、話になります。えー、わずか半年でこんだけ時間かかるほど盛りだくさんだということです。ということで、えー、以上です。その子ってまだ将軍になってないんですよねなってないですね。の毛の毛将軍なら象徴にです。はい。 これまだ将軍になる前の時代ですね、この第2章は。はい、わかりました。では、えっ、ー、と、次回は、帰って、元属して将軍になろうとしている義ののところに難題がたくさん <laughs> 降りかかってくるという話ですね。そうです。で、この時まだ義のはは、えー、まだ名前は義信としてるけども、元服、まだあの、 ハトの姿もあ,、ね、あれ、要するになぜ将軍にならないか言ったら、あの、冠をつけられないんですよ。うん。で、あの、冠をつけずに、元服する前に正体将軍になった霊2のが、源の実朝なんですよね、先霊が。うん。殺されるやんと。だから、縁起悪いから将軍になれないんですよ、彼は。髪の毛が伸びるまで。 それ1年半かかったってことですね。髪の毛が伸びないと、元服の式ができないです。あの冠つけられないんですよ。客観ができないんですよ。あの、冠って、あの、髪の毛通すから、この元取通すから、この元取より言わないと、あの、冠がつけられ、烏帽子がつけられない。で、元服してないから将軍になると、強霊になると。そうそう。なんか今から聞いたら、それ何なんですかって感じです。 うん、しかも結局将軍いなくてもいいんですかあて。まあ,あのこ、将軍が殺される未来を描くようなマシなんでしょう。いや、殺されてるけどね。あ結局ね殺されてるんだけどね,はね <laughs> あ。はい、わかりました。では、来週は、昇、え、降、ー、天皇が亡くなるという、そのあたりですね。そうですね。たいと思います。では、 来週また皆さんお集まりください。失礼します。失礼いたします。ありがとうございました。